香港、ランタオ島台沖にある、棚屋と呼ばれる、水上家屋。現在は、観光地となっているインドネシア、リアウ諸島のマレー式水上家屋、ケロン。浅い海底に杭を打った上に建てている、水上生活者とは、戦場や水上の建造物などで、生活の大半を行うものを言う。水の上で生活を営む形態は、南米、アフリカ、中東、 東南アジアと世界全域に分布している。水上生活の形態には大きく分けて下記のようなものがある。水上で生活する理由は職業、地理的環境、ステータスなど国や時代ごとに様々である。主な言説として漁労の際の利便性に優れているため、紛争の際の防衛機能を高めるため陸地に生息する害虫に対する 安全性を高めるため、などがある。往年の東京の水上生活者稲の船や日本には、近代以前より、絵船と呼ばれる人々がいた。九州、瀬戸内海一帯、日本海沿岸に多く、明治維新前には、九州でエフネ、絵船、演部、瀬戸内海で船住まい屋のうじと呼ばれていた。船住居の系統として、金が、先、被前瀬戸、後、に窓、 吉和などがある。絵船は、第二次世界大戦後も瀬戸内海地域を中心に、多数の根拠地を持っており、1962年には、広島県因島に200隻の絵船が存在した。しかし、1970年頃までに、いずれの地域でも陸地に移住したため、絵船の姿は見られなくなった。これとは別に19世紀末頃からは、日本各地に寄港する。 貨物船の大型化が進み、橋家を使った周運や港湾物流が盛んになると、橋家を所有し各地を点々とする港湾労働者の中には、自分の橋家の一角を住宅化して、一家で居住する戦場生活者となるものが現れるようになった。東京では、埋め立てが進む前の津久田、月島、勝時周辺に多く見られ、1万人弱を数える規模となっていた。 こうした住民の福利構成を行うために、水上会館や水上学校が建てられたほか、治安を担当する水上警察署などが設置された。そうした光景は、横浜や大阪でも見られた。1960年代後半になると、貨物船のコンテナ潜化が進み、物流における橋家の需要が減って、食住一体となった橋家は減少し、水上生活者も、 転職などにより激減する。一方で、橋家の廃線を経流して、住宅の代替として利用するケースが多くなった。1980年代になると、橋家の老朽化が進み、使用に耐えられなくなりほぼ見られなくなった。この他に、京都府与佐郡稲町の稲地区に立ち並ぶ民家群は、稲の船屋といい。 船の収納庫の上に住居を備えた伝統的建造物が現存している。なお国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている。日本の国勢調査では水上生活者も調査対象となる。一般調査区、特別調査区の他に水面調査区が調査対象区域として設定され、重要公湾の公湾区域、 地方公安の公安区域または漁港の水域、川口及びその周辺水域を対象として調査が行われる。調査区が独立する場合は一般には人口が少ないことが多いため、統計結果から個人情報が推定されないよう秘匿措置が行われ、統計は近接する調査区に合算される。例えば、東京都江東区では新木場一丁目調査区に、 港区では、台場一丁目に合算されている。ベトナム、安山省チャウドックの水上家屋、ハウザン城流域には、多くの水上生活者が存在し、フローティングハウスの集落が存在している。雨季と寒季で極端に水位が変化する、トンレサップ湖周辺では、漁労のために、寒季は、陸地、雨季は、水上となるエリアに行かだ、船。 高床式住宅による集落が形成されていた。近年では観光地としても開発が進められている。マレー半島の南端のジョホールバール周辺にはオランラウト族がマングローブの密生地帯に船住居を浮かべて暮らしていた。先方の農機にはバジャウ族が生活する。バジャウ族は一世紀ほど前からサバ州の陸上の住民と交易を行いタムスと呼ばれる。 定期市で、魚介類と米、芋を交換した。バジャウ族は、フィリピン、マレーシア、インドネシアなどの海域で、水上生活をする。カンポンアイール首都バンダルスリブ川のブルネー川に、カンポンアイールがある。42の村と3万9000人の人口を持ち、東南アジア最大の水上集落とも言われる。チグリス川とユーフラテス川の下流に、 バティーハと呼ばれる、商宅地があり、マーシュアラブと呼ばれる人々が足で住居を作り、農業と漁労で生活をする。夏季に非常に暑くなる。この地方では、水上生活は、海面の蒸発冷却効果を利用して快適に、生活できる。住居は自生する足を束ねて作られている。トトラで作られた、ウル族の浮島地地下過去では、ウル族がトトラと呼ばれる和紙で、 住居や船を作り、漁労や観光で生活をする。標高3800メートルの父カカ湖は、平均気温が、摂氏15度以下の寒冷な場所だが、湖の熱容量によって夜も冷えにくく、陸上よりも、相対的に暖かく過ごせる。アムステルダムのハウスボートオランダの首都アムステルダムでは、住宅事情が極端に、悪いことから運河にハウスボートを浮かべて居住する。 住民が存在する。このハウスボートは、正式に渓流の許可を取り、電気や上下水道が完備されており、陸上の住宅とは、遜色がない。2007年現在、新たな渓流許可は認められていないことから、ハウスボートに居住することが一種のステータスとなっている。カシミールのすりながるの古城にある、ハウスボートモナコに限ったことではないが、 100フィートを超える豪華クルーザーを建造し、リゾート地のヨットハーバーなどに停泊させて、移動用住居として活用する者も,もいる。居住用のクルーザーの建造費用も、さることながら、モナコグランプリ開催時の経流料金は、週単位で数百万円から一千万円を超える高額であり、特定の趣味を持つ高所得者に限られる。 住宅費の高騰が深刻なイギリスのロンドンでは、水上生活者が増加している。船の交通に支障が出るなどの問題が生じている。ありがとうございます。